山川穂高、本塁打王26本、それぐらい前半戦でクリアしますよ。山川は今春の対外試合8試合に出場、20打数8安打の打率4割、4本塁打、8打点と打ちまくっている。小久保監督は、甘い球は一発で仕留めるのでさすがです、と脱帽。ハイペースで本塁打を刻んでいるが、指揮官は、本人は去年のホームラン王誰だっけ、近藤か、前半でクリアします、ぐらいのことを言っていったのでこれぐらいのペースで打つでしょう、と平然と話した。いるね。楽しみやな。怪我なきゃ普通に打ちそうな気がする。実際テイテイで山川はやばい。今年の山川はめちゃ打つだろうな。キャリア敗確定だろ。こんなん敵とやったのに冷遇して出て行かれた西武さん。西武の提示額の記事見る限り冷遇としか言いようがないからしゃあない。西武の投手は痛い目に合わせてやる気満々かもしれない。波は激しいんだよな。さすがに20本台のキングは寂しいからな。打ちそう感あるもんな。余裕でつだろうけど王は近藤のが高そう。近藤柳田の間に差し挟めばまず勝負避けられないしな。勝負せざるを得ないところが厄介かもな。まあ普及にホームランを最有力やろな。まあ実際に歴代でも40本以上打つ選手は前半戦で25前後打ってる。このペースならマジでいきそうだな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。